大阪市立野里小学校は、大阪府大阪市西淀川区にある公立小学校。1920年に西成郡公美の第二尋常小学校として、交差尋常高等小学校から分離開校した。学校所在地周辺は、明治時代初期まで西成郡野里村となっていた。 学生発布を受けて野里村には1874年2月、西成郡第五区第六番小学校が野里村、多門寺に設置された。しかしこの時の野里小学校は、ほどなく、三手倉島村の民の小学校へ統合されて、廃止された。大正時代に入り地域が、住宅地や工業地帯へと変化していったことで児童が増加したため、 1916年には野里に、神宮の神城高等小学校の文校が設置された。文校を基盤とする形で神宮の神城、高等小学校の通学区域から、大和・野里を分離し、1920年に、西成郡神宮の第二神城小学校が開校。なお神宮の第二校の開校に伴い従来の神宮の校は、神宮の第一校へ改称している。開校当初は、 現在の住吉神社北西に位置したが1928年に現在地に移転している。宇多島村は1925年に大阪市に編入された。編入と同時に高等科を併設し、大阪市野里神社高等小学校へと改称した。1941年には国民学校令の実施により、大阪市野里国民学校と称した。昭和時代初期には、 野里と姫島にまたがる一帯について、姫の里として、区画整理事業が実施された。区画整理事業で宅地化したことで、野里、姫島両校の児童が増加したことや、姫の里地域とは、阪神国道で隔てられたことで、峠工事の交通面での不安が指摘され、1943年には野里、姫島両校の校区を再編し、 姫の里地域を校区とする大阪市、姫里国民学校が開校した。姫里校の開校に伴い従来の校区の内阪神国道移政を姫里校の校区に変更している。太平洋戦争に伴い、大阪市の国民学校では1944年以降、初等科児童の学童集団疎開が実施されることになった。疎開先の府県は、 各行政区ごとに割り当てられ、西淀川区の国民学校では、徳島県及び香川県へ疎開することになった。野里国民学校では、徳島県伊野郡住吉村、愛、園村、王神村への疎開を実施した。1947年の学生改革により、大阪市立野里小学校となった。1950年代には、戦災復興や、 ベビーブームの影響で児童数が増加し二部授業を実施していた。学校過密化を解消するため1960年に宇多島町に文校を設置した。文校は1965年に大阪市立宇多島小学校として独立、従来の校区の内淀川北岸線以北を宇多島小学校の校区に変更している。ありがとうございます。